皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回もニナスさんと島村さんと私のトリプルコラボ第2弾の徹底解説をしていきたいと思います。はい、ということで今回はベレー帽だったりとか、あとお財布系だったりとか、あとお靴、あとはマフラー系などなどの防寒対策のグッズ、モコモコ系のグッズなどなどの雑貨類を徹底解説していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでまずはですね、ベレー帽からご紹介していきたいと思います。はい、今回も商品数が多いのでサクサクとご紹介していくんですけれども、こちらニナスさんとのワンピースを私は着用しております。こちらグレーカラーで縦のね、こうラインが入っていて、すごくオリジナルプリントで可愛らしいんですけれども、今回ベレー帽でもグレーのね、ベレー帽を作ったんですよ。ちょっと黒のね、ドットチュールがついてオリジナルリボンがついているんですけれども、ちょっとグレーで合わせてみました。ちょっとシックな印象で可愛らしいかなと思ってこちらを合わせているんですけれども、今回ドットチュールのベレー帽ですね、後ろ姿がこんな感じで、今私わかるかな、こんな感じの後ろ姿になるんですけれども、後ろ姿がすごく可愛くて、表面から見ると普通のベレー帽になるんですけれども、裏面がめちゃくちゃ可愛らしいというベレー帽がこちら4色展開で出ております。で、ドットチュールは、まあ、さりげなく目立つように同色にしてます。白っぽい色は白のドットチュールで、真ん中にはオリジナルのニナスさんのロゴが入っています。と、黒は同色系にしました。あとはこちらのベレー帽ですね。で、こちらは、黒になってます。ちょっとバイカラーで目立ちやすいのがこちらの色かなと思うんですけれども、こちらとベレー帽はこのデザインと、もう一つのデザインがこちらのデザインです。こちらはニナスさんのオリジナルのリボンですね、とロゴリボンがこう全周してあるもので、こちらはブラウン系と、あと生成り系と、あとピンク、そして黒の4色展開になっております。先ほどのドットチュールはグレーがあるんですけど、こっちはねブラウンがあるという感じで、色展開をちょっと変えているので、ぜひねお好きなものをゲットしていただければと思うんですけれども、こういう感じのドットチュールで、こうはしごレースというか感じでこうなっているところがポイントです。グログランリボンなので、すごく上品に使っていただけるかなと思います。全周可愛い感じですね。ちょっと白もつけてみたいと思うんですけど、ニナスさんのロゴリボンがね、こう入ってるところが可愛いポイント。そして今回のベレー帽なんですけど、ピンクのね、色味がね、ちょっと違うんですよ。こっちの方が薄めピンクで、こっちの方がちょっとくすみピンクというか、感じになっているので、全然違う感じになっているので、こうわかるかな？はい。なのでピンク好きの方も2色買っても色味がちょっと違うので可愛いと思います。カードケースになっております。こちらはですね、どういう風に使うかと言いますと、まずね、色展開がすごく豊富でございます。1、2、3、ピンクは2個あります。 4、5、6、6色展開になっております。で、これね、カードケース、キーケースになる、まあ、お財布兼みたいな感じになっているものになるんですけど、このね、デザインのポイントが、こう、プレゼントボックスみたいになっていて、ここにね、ニナスさんのマーク、そしてこっち側にもニナスさんのマークが入っています。これね、全部カードが入れられるようになっていて、ここにも、ここにも、ものが入れられます。あとは、チャック。このね、ところ、ハートなんですよ。可愛くないですか？もう。開けていただくとこんな感じで、ここにね、キーチェーンがこういう風についているので、ま、キー、車でもいいですし、もちろんお家の鍵とかも付けていただけるようになっていて、ま、小銭とか、お札はま、折って入れる感じになるんですけど、お札も入れれます。結構最近やっぱりこういうカードケースだけを持ち歩いてる方も多いので、お財布なかなかもう小銭とか、持ち歩かないよとかっていう方もいらっしゃるので、その人用という感じにはなるんですけれども、こっち側がね、ハートになってて、1、2、3、4、5枚カードが入ります。という優れアイテムになってます。で、
ピンクの色味はね、2色あります。こんな感じで。こうやって見た方がいいのか。ちょっと濃いめと薄め。で、こっち側になると、ちょっとその部分がバイカラーになっていて可愛いんですけれども、これが、ショルダーバッグとね、同じ色展開で、この、ちょっと大人めな黒とボルドーに関しては、こうバイカラーにはなってなくて、こう、同じカラーで、このようなデザインになってます。なので、こっち側も同じカラーでデザインになってます。こんな感じですね。ブラウン系とブルー系。ちょっとブルーも濃いめの色味なんですけど、こんな感じになってます。ちょっと濃いめと薄め。で、こっち側もバイカラーになっております。これね、最近私もお財布もあまり持ち歩かないようになって、こういうケース、すごく使えるので、まあ、バッグの中身が多い民としてはすごく使えるアイテムかなと思います。続いてはお財布でーす。今回のお財布もめちゃくちゃドカワイイやつを作りました。で、今回この部分なんですけど、ニナスさんの紅茶の缶をモチーフにしたアイテムになってて、ここがね、めちゃくちゃ可愛いポイントになっています。こちらのお財布も6色展開になっていて、ちょっとピンク系がね、今回もまた2種類出ていて、ちょっと紫寄りのピンクと、あとピンク系のピンクというか、の色味になっています。あとは、白と黒のこんな感じの色味。で、リボンがついているところがポイントです。で、こちらの中なんですけれども、こんな感じで開くタイプで、まあ、三つ折り財布なんですけど、カードがね、いっぱい入ります。で、小銭がね、こんな感じでガバッと開くタイプの出しやすいものになっています。で、中もオリジナルのプリント、ニナスさんのオリジナルプリントになっています。で、ここのところがお札。お札もしっかり入って、こちらもオリジナルのプリントです。なので、すごくコンパクトなんですけれども、使いやすいアイテムになっています。ここのね、紅茶缶の部分の、こう、オーナメントというか、がすごい可愛いポイントになっています。続いてこちらはですね、なんとポーチなんですけれども、実はニナスさんの紅茶のティーバッグが5つついたポーチになっております。すごーい。これは豪華な商品で特別の商品になっているんですけど、ニナスさんで、いろんな紅茶が、まあ、紅茶屋さんなので紅茶が飲めるんですけれども、それをお試しで5パックついて、しかもポーチに入っているという、こちら、クリスマスプレゼントにもぴったりなアイテムになっています。こちら5色展開で、色によって紅茶の茶葉が違うので、そちらもちょっとご紹介していきたいんですけれども、まずはこちら。まあ、ニナスさんといえばピンクだと思うんですけれども、ちょっとね、こう、あったか素材という感じの高級感のあるポーチで、ここにね、パール風のものがついてて、キラッとしているところがポイントです。で、中を開けると、まあ、普通にお化粧ポーチとか小物入れとかとしても使えるものになるんですけれども、じゃん、こんな感じで、ティーバッグが5個入っております。で、こちらのピンクの方は、マリー・アントワネットティーと言って、一番ニナスさんで一番主流というか人気のティーバッグになっています。こちらは、リンゴとバラの香りがする、すごく私も一番一押しのニナスさんの茶葉になっております。こちら。このパッケージもね、可愛いですよね。お値段も今回お得なお値段になっているので、こちらが、まあ私的に推しアイテムになっております。で、続いてはですね、こちらです。こちらはちょっと濃いめの色味なんですけれども、中はね、ちょっとブルーがかった色味になっていて、こちらが、じゃーん。中に入っているのは、ロイヤルアールグレイ。まあ、アールグレイのお茶になっています。結構ね、爽やかな香りなので、私結構朝に紅茶飲むこともあるんですけど、これからのね、寒い季節にもぴったりな紅茶です。アールグレイはね、すごく香りが高いので、本当に爽やかに飲んでいただけます。ポーチもすごい可愛い。はい、続いては、じゃじゃん。ブルー系のものです。ブルー系も可愛いポーチになってるんですけれども、中はね、同色のブルーになっていて、こちらに入っているのが、この、こちら、ジャスミンティーが入っております。ジャスミンティーだとね、中華料理とかにもすごく人気があるジャスミンティーなんですけど、これもね、すごく爽やかな香り高い感じで、ほんとリラックスできるお茶になっています。なんか5パック入ってて、
ポーチも、もちろんポーチ狙いで買っても5パック入ってるってすごいですよね。もし気に入った場合は、ニナスさんのお店でも販売しているので、なんか 1個ずつ買ってお試しで飲んでみてもおすすめかなと思います。こちらちょっとピンク赤っぽい色味なんですけれども、ポーチめちゃくちゃ可愛くて、中はこんな感じです。はい、こちらです。ロイヤルダージリンが入っております。ダージリンティーなので、まあ皆さんよく飲んでるお茶がダージリンティーだと思うんですけれども、こちらもね、すごく爽やかな香り高いダージリンティーになってます。パッケージもめちゃくちゃ可愛いですよね。今回のピンクの、濃いめのピンクの色味とちょっと合わせてみています。これはほんとクリスマスプレゼントとかにも、プレゼント交換とかにもすごく喜ばれるアイテムと思います。続いてはこちら紫系のカラーになっているんですけれども、こちらもじゃじゃん、開けるとこちらが入っております。こちらはイングリッシュブレックファストということで、朝食に飲んでもすごくいいお茶、茶葉ですね、になっています。本当ニナスさんの紅茶私すべて飲んだことあるんですけれども、香り高くて、まあ、朝食にももちろんいいですし、まあ、お昼のランチの時パンとかとね、クロワッサンとかとの相性もめちゃくちゃいいので、なんかお家で年末年始とか、お家にいることも、いる機会も多くなったり、寒くなる機会が多くなると、どうしてもね、こう紅茶を飲む機会もあると思うので、ぜひ、お家のリラックスタイムで飲んでいただければと思います。それぞれ入っている茶葉が違うので、まあ、お試しでぜひ、まあ、ポーチ狙いでゲットしていただきつつ、茶葉もね、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。お靴をご紹介していきます。靴なんですけれども、今回は2型発売されるんですけれども、こっちはね、ほぼ、まあ、スニーカー的な感覚で使っていただけるアイテムです。こんな感じで、底はもうほんとスニーカーの底になっているんですけれど、前から見るとちょっとバレーシューズ風の今流行りのデザインになっていて、中のところですね、脱いでも可愛い、トワルドジュイのオリジナルニナスさんの柄になっています。こちらはですね、本当に軽くて、まあ、スニーカー風にも使えるんですけれども、スニーカーみたいな歩きやすさなんですけれども、もう正面から見るとというか、上から見るとバレーシューズ風なので、今回みたいにロリータ風のお洋服だったりとか、ちょっと可愛らしいお洋服にもすごく、合わせやすいスニーカータイプのものになっています。で、こちらはブラウンと黒の2色展開になっています。どっちもね、合わせやすい、そして歩きやすいカラーになっています。こちらはですね、ちょっと可愛らしいパンプスになってるんですけれども、赤とそして黒の2色展開です。こちらはですね、リボンがついていて、中に巻き腹、がついているデザインで、皆さんらしいクラシカルなデザインになっています。そして裏地もトワルドジュイの皆さん柄になっているので、すごく可愛い。そして低いんですよ。なので歩きやすいアイテムになっています。ぜひこれもね、ちょっとバレーシューズ風に使っていただいてもいいですし、これからの季節だとクリスマスカラーで、結構深めのあるね、赤なので、大人でも使いやすいカラーになっています。続いては赤。たかもこもこグッズになります。私が今つけているティペットも今回発売になったり、手袋も発売になります。サクサクとご紹介していきます。はい、まずはですね、こちらのマフラーです。ざっくりマフラーになっております。こちらはですね、ピンクと黒の2色展開で、この真ん中のところにニナスさんのオリジナルのマークが刺繍されているのと巻き腹がついているので、こう首にね、こう巻いていただいたりとかしても可愛いんですけれども、リボン風の巻き方とか今ネットで出てたりとかするので、こうリボン風にね、巻いていただいたりとかしても可愛いですし、ここをね、出るようにしていただくとすごく可愛いと思います。あと、ストールとしても使っていただけるので、すごくいろんな巻き方で巻いていただけるこちらのアイテムが2つ発売されます。そして続いては手袋です。じゃん。今回の手袋も巻き腹をつけてみました。じゃん、ここについてるんですけど、でもこれをつけるとですね、つけた状態でスマホをね
触ることができるようになってます。このハートの部分でスマホをいじれるので、つけた状態でもいじれます。そして左手の薬指のところに巻き腹がついていて、あと裾のところにもレースがついているところがポイントです。すごく使いやすいアイテム。続いてはピンクはこちらです。ここにね、巻き腹がついていて、ここに2つついてます。なのでここでスマホを操作することができます。きなり系のね、カラーはすごく何でも合わせやすいので、まあ、コートのポイントとして使っていただいてもいいかなと思います。ここにね、同色の巻き腹がついています。かわいい。はい、続いて今私がつけているこのティペット。カーディガンとね、合わせてるんですけど、こちらのカーディガンも、販売中のものになっているんですけども、今回のティペットは、今つけているピンク系のカラーと、あとはこちらのちょっと私の顔が出ちゃってるんですけれども、こちらの色味黒ですねの3色展開になっております。でこちらはですね、同色のレースが周りについているので、コートと一緒にねつけていただいても可愛いと思います。前回もね大人気だったアイテムなんですけれども、今回はちょっとバージョンアップして登場しております。3色展開になっているんですけれども、こちら黒とピンクときなり系のカラーで、これはどういう風につけるかというと、こういう風にこうつけて、ここでこうカシッとするタイプになっております。でリボンがねすごい可愛いんですけれども、モコモコ系のリボンにこう巻き腹がついています。同色のね巻き腹がこういう風についているところがポイントです。こちらも3色点、まあ、セットではないんですけれども、セットで使っていただきたいのがこちらのアイテムです。はい、こんな感じでパハッと持って、こんな感じで巻き腹がねこうついているものなんですけれども、これね、実は手を出すことができるので、まあ、スマホ操作もできますし、物を取り出したりとかするときも使っていただきやすい手袋です。はい、こちらも巻き腹がリボンとともについているので、まあ、セットでね、これとセットで使っていただくとより可愛いんじゃないかなと思います。3色展開、同じ展開になってます。と、黒の3色展開で、つけてみると本当にあったかくて、私撮影でパリとかロンドンに行ってたんですけど、結構日本より寒かったんですけど、この防寒対策だけで結構過ごせた感じです。ここにね巻き腹がついてます。リボンがね立体的になっていて、でピンクが、はい、こちらがピンクです。このねティペットとの相性もバッチリなんですけれど、このティペットとの相性もバッチリなピンクです。ピンクもね、ここに巻き腹がついていて、もちろん手をね、ほんとワンタッチで手が出るので、で、こういう風にやると手をしまうことができるので、なんか自転車とか乗るときも便利ですし、すぐにね、手を出せるので、物を取り出すときも取り出しやすいアイテムと思います。すごく可愛いので、なんかモコモコグッズとしては、こうセットでね、使っていただきたいアイテムたちです。はい、ということでこんな感じで雑貨系をご紹介して徹底解説してきたんですけれども、いかがだったでしょうか。ぜひ私の YouTube や SNS でも詳細を載っているのでチェックしてみてください。そしてインスタライブもね適宜やったりとか、あとアーカイブにも残っているので、そちらもチェックしてみてください。それではバイバーイ。